ポークちゃんマーク2が完成しました。それがこちらでございます。じゃんじゃじゃーん。ということで、前回作った、キャラ界モモがこちらになりますということで、今回はですね、まずモモちゃんのですね頭をこちらのカイアノートさんのプリズムマゼンタゴールドを使って、塗装していきたいなと思っております。そして、体はですね前の動画で使いましたこの小仙ケベレちゃんの体を、無塗装でそのまま流用していきたいと思います。はい、ということで秋葉原工作室さんに行って、塗装してまいりました。ポークちゃんマーク2が完成しました。それがこちらでございます。じゃんじゃじゃーん。はい、ということで、この頭の厄介の部分と、あとももちゃんの、ももかちゃんですね。まあ、ももちゃんの顔の部分だけ塗装してまいりました。ぐるっと一周。体はですね、そのまま、朝鮮キュベレーの体を流用しております。まあ、ボクちゃんということでこの鼻の部分は抜いてちょっと豚の感じをイメージした感じになっております。ということでですね、僕が思う形としましては体も塗ればよかったなと確実に顔のこの頭の部分と体がすごくアンバランスな状態になってしまったなと思っております。まあ、僕はこれですごく気に入ってるんですが、また秋葉原工作室さんに行った際に、体もう一度塗ろうかなと、塗装してこようかなと思っておりますので、まあ、一応今後はこの形で、ポークちゃんマーク2も、僕の動画に出てくる形になるかなと思いますので、ぜひこちらも楽しみにしていただければなと思います。動画のご視聴ありがとうございました。吉本プラモデル部チャンネル、チャンネル登録よろしくお願いします。この動画が良ければぜひグッドボタンの方をお願いいたします。 Twitter、Facebook 吉本プラモデル部やっておりますので、そちらのフォローもお願いします。ありがとうございました。